風に皮がスルッと剥きやすくなるので剥いていきます。トマトを全部鍋に入れました。そしたらニンニクを一かけすりおろして入れます。ニンニクを入れたら今度は、オリーブオイルですね。オリーブオイルは大さじ2入れます。結構たっぷりだよ。そしたら塩麹ですね。塩麹は小さじ1です。はい、入りました。これで、煮込んでいきます。はい、今グツグツと煮込んでいます。これで、水分が飛んでドロッとするまで煮込んでいきます。だいぶ煮詰まってきました。まだね、なんかサラサラしてるんだけど、もうどこまで煮詰めるかはお好みです。サラッとしたのがね、好きな人はスープとかに使いたいとかね、人は、私はこのままパスタのソースにしちゃうんですけど、もっとドロッとさせてピザ用のソースにしたいとかはお好みです。はい、で煮詰めたら、ここに、最後にちょっとお砂糖をね入れます。大さじ半分ぐらいかな。甘酒がある人は甘酒入れてもいいかも。これでちょっとまろやかな味になって、トマトのねちょっと酸味がきついのでまろやかにします。あと塩気が足りない人は塩を足してください。あとお好みのねスパイス加えてもいいし、これであとは、すぐお料理に使ったり瓶に入れて冷蔵庫で保存してもいいと思います。茹でたてのパスタにトマトソースをかけます。美味しそう。そしたら刻んだパセリをたっぷり乗せちゃいます。わー、はーい、はい、塩麹のトマトソースパスタできました。いただきます。